椎茸はこうして生やせ。おまけとして椎茸発生時の小技やテクニックを紹介していきます。まず皆さん、どんな椎茸が好みですか？どっしりとした肉厚のステーキ椎茸、そのまま使えるコロッと椎茸、薄くて食べやすい椎茸、どれも個性があって合う料理も違います。こうすれば 100% こうなるというわけではないんですが、こうなる確率が高いよという小技やテクニックを紹介していきます。まずは肉厚椎茸。これは温度が低いことが必須条件です。夏にしっかりした椎茸なんてもうほぼ無理ですよ。冬にじっくりと1ヶ月近い時間をかけて徐々に大きくしていってください。この時乾燥が大敵なので、小さい時にはラップ、大きくなってきたら袋をかけて保湿することをお勧めします。ラーメンカバーを使う方もおられます。正直これで全然違ってきますよ。また口頭テクニックとして予備散水を多めにし、芽が出てきて親指ぐらいになってから浸水すると、その椎茸が異様に大きくなりやすい傾向があります。超しっかりした椎茸の出来上がりですよ。ただその大きな椎茸に栄養が持っていかれるため、遅れて出てきた椎茸は小さくなるというデメリットがあります。逆の薄い椎茸は春の終わりや秋の初めによく出ます。こちらは暖かい分サイクルが早いので数が多く生えてきます。これは個別に保湿する必要もなく、普通に栽培してれば OK です。オーブンや鉄板で焼くと旨味汁がジュワーっと出て美味しいですよね。味や見た目よりも SNS に投稿するためにブワーっと一気に増やしたいんです。そういう方は1回目の浸水を長めにすることをお勧めします。普通につけるよりも多くの椎茸が一気に出てきてくれます。まず代償として2回目以降の発生量はお察しください。また椎茸の形や色などの特徴は菌の種類によっても全然違います。そこは菌屋さんに相談してみてください。超シンプル椎茸はこうして生やせ5つのステップを解説してきました。一緒に復習していきましょう。